雑誌、スポーツグラフィックナンバーとナンバーウェブに掲載された記事の中から、トップアスリートや指導者たちの名言を紹介します。藤井聡太二冠をめぐる4人の騎士の言葉を、藤井二冠の朝日杯将棋オープン戦3度目の優勝を機に再公開します。初公開。2020年12月29日。 名言1最近の藤井さんの将棋を見て、思い浮かべるのはモーツァルトです。佐藤天彦、ナン、no. バー1015を2020年9月3日発売、解説佐藤九段は、将棋界で今起きている事象について、オリジナリティある表現で言語化する達人である。代表的な例は、将棋ソフトが示す、最善手がある一方で、 人間の観点で、いかに将棋を研究していくのかの葛藤について、評価値ディストピアと評したことは、将棋ファンの中で話題になった。その表現力は、藤井聡太二冠を語る際にも、存分に発揮されている。同年代である、中村太七七段との、縁側大談において、甘びこ九段は15歳以上の藤井四段、 当時と初対局した際の印象についてその時点ではもうものが違うのかなという予感がしていましたと回想するとともに最近の藤井将棋についてクラシック音楽の王やモーツァルトに重ねたのだモーツァルトは5歳で最初の作曲をして14歳の時のは門外不出の教会のミサの合唱曲を一度 聞いただけで覚えて書き起こしたという逸話があります。彼の音楽はいつの間にか自然と心の奥に深く入ってくるような旋律ですけど、藤井さんの将棋にもそういう自然さを感じます将棋は勝負の世界であるとともに、騎士には美しい寄付盤面を残すという芸術家的な側面も求められるという、 それを実感している天彦球団だからこそ、10歳以上年下である藤井二冠への敬意を隠さないのである。名言に藤井聡太という才能によって、一体やはじめもんも照らされました。杉本正隆、ナンバー1 0号二2 0 2 0年9月3日発売、解説、藤井聡太二冠を語るにあたって忘れてはいけないのは、 師匠の杉本八段。そして東海地方で脈々と続いてきた、板谷史郎一門の存在だ。板谷史郎九段は、プロ騎士として、超一流の証である、順位戦永級にたどり着き、後の永世名人となる、大山康春との九段戦に臨んだ経験もある。しかしタイトルは奪えず1959年に引退。 その直後、名古屋の一等地に板谷将棋教室を構えた、次男の板谷進の弟子とし、その進の弟子が杉本八段だったのだ。その杉本八段の弟子である藤井聡太が、半世紀の時を超えて史上最年少で2巻達成並びに八段商談を果たす。原点は、 将棋が強くなることを大事にした一門から、天才騎手は生まれた。この二人の指定関係について、王座獲得経験のある中村太七七段は、このように表する。杉本先生は、日頃から本当に弟子である藤井二冠に敬意を持って接しています。それこそ、杉本先生が師匠なのに、 藤井二冠に敬語を使うんじゃないか。というほどでして、かっこ笑い。冗談はともかく。藤井二冠の方も、杉本先生にずっとお世話になってきたからこそ、師匠に対する信頼感が溢れている。現代的な、そしてすごく理想的な関係の指定なのかなとなお、ここに来て、 杉本八段の気力もさえわたっている。第70回 NHK 杯テレビ、将棋トーナメントでは、現役最強騎手の一人である、都島正幸竜王相手に95手で勝利するなど、師匠も、また確実に成長を遂げているのだ。名言さんまだ整理はついてないです。藤井さんに4発も食ったことは、木村一揆。 ナンバー10152020年9月3日発売、解説ユーモア溢れ。なおかつ分かりやすい解説で大人気の木村球団は、将棋の強いおじさんとして、見る将から愛される、名物騎士だ。その物腰柔らかな口調だけでなく、実力目視で、千田がやの受け師として、長年トップ棋士として戦ってきた。羽生善治ハル球団らの存在もあって、 タイトルに無縁だったものの、2019年度の第60期王位戦7番勝負で初退官46歳3ヶ月は史上最年長記録を果たし、支え続けてくれた家族への感謝の念を口にしながら、涙を流した姿には多くのファンが涙した。翌2020年、 木村が初防衛を目指した第61期を位戦。挑戦者として現れたのは、藤井聡太棋聖当時だった。結果は、終盤の逆転劇、AI 的にはの正し書きがつくだとみなされた第2局など、0勝4敗。スイープで、質感だった。その直後のインタビューで、木村球団は、寂しくないって言ったら、 さすがに嘘になります。一生懸命やったつもりですけど、相手に比べると取り組む姿勢も何か甘かったのかもしれないと語るなど、ダメージの大きさを感じさせた。それでも、木村球団は NHK 杯二回戦、藤井二冠との再戦で、両者得意とする角替わりから、 木村球団のマコッチである力強い受けがこう、そうして135手で勝利した。これぞ、不等不屈。機械最高峰の受け師は何度でも蘇るのだ。名言4現状では、藤井さんに勝つプランがありません。だって今から藤井さんのような終盤力を身につけようとしても無理だから。渡辺明。 ナンバー10152020年9月3日発売、解説、藤井聡太。17歳10ヶ月20日の史上最年少でタイトル獲得日本列島を駆け巡ったビッグニュースは、将棋を長く愛する者には別の衝撃を与えていた。タイトルを初めて藤井に奪われた人間となったのが、あの、渡辺明だったのだから、 渡辺名人は言わずと知れた、将棋界のトップランナーだ。竜王11期、衛星竜王や希王8期、衛星希王など、歴代5位となる、計26期のタイトルホルダーで、史上4人目の中学生騎士としても知られている、5人目は、藤井二冠。そんな渡辺が、一勝3敗で負けたのである。 特に第四局後には、自身のブログで負け方が、どれも想像を超えてるので、もう何なんだろうね。という感じですと規制戦を総括したことが、話題になった。すでに将棋士に名を残し、演塾期に入りつつある三十六歳の大騎士に、ここまで言わしめた。藤井二冠の気力たるや恐るべし。である。 ただ、渡辺名人はこのようにも話している。棋聖戦は藤井さんとのタイトル戦初対戦だったので、向こうの情報はほとんどなかった。でも番勝負で刺して分かったこともある。だから次は普通にありますよ、渡辺もまた。負けてそのまま勢いを失うような騎士ではない。 2020年には、自身初となる名銀を獲得し、現在は、起用。王将との三冠を保持している。藤井二冠との再戦となった際には、普通にやりますよの神髄を見せてほしいところだ。次のオーディオビデオでお会いしましょう。